この霧、もしかして例の海域に踏み込んだってこと？そうだ、まさにこの海域はフロリアントライアングル。お化け出るんだ。ギャー、やだー。悪霊退散グッズで身を隠す。よっほほほほ、よっほほほほ、出たー、よっほほほほ。ごきげんよう、よっほほほほほほ。見ろ、喋ってる、骸骨がアフロで喋ってる。おやおや、そちら実に麗しき。パンツ見せてもらってもよろしい？見せるか。おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか。そんなことより、お前俺の仲間になれ。え、いいですよ。おい、死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。新たな船サウザンドサニー号と船大工サイボーグフランキーを仲間に加えた麦。そこに現れたのは動く骸骨ブルック。彼はブルックを気に入ったルフィは即座に仲間に誘い、ブルックもそれを喜ぶが、彼には仲間に入れない事情があった。やがて一味の目の前に謎の島スリラーバークが現れると、ブルックは一味と別れて島に入ってしまう。影を奪いゾンビを操る者の正体は桜花七部会の一人月光守屋だった。投げさえもらえば用済みだ。一味を島から追い出しとけ。他の皆さんと合流して森を抜けましょう。もういねえな、ゾンビに聞いてみるか。身が深くてよく見えねえな。皆さんはどっち？私たちは慎重にコツコツ進みましょう。覚悟しろ。おのおの、死んじゃいそうです。あ、私もう死んでました。よっほほほほほ。しー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 、影はもらっておくぜ。待っててくれ。こいつ
かった。俺たちはスリラーバーク被害者の会、私と同じような海賊がこんなにもこの島に。骸骨だから私面なんてないんですけども。よほほほほほ、骸骨野郎、やめなさい、すでに死んでいる。同じ被害者ということは私たちの敵は同じ。骸骨だからくくる腹ないんですけど。よほほほほ、いい加減しばくぞってね。しばいたらいい。私の邪魔をするならどうなっても知らねえ。てめえにこのゴーストの恐ろしさ。もし生まれ変われるのなら俺は怪になりたい。おい、ルビー、何を落ち込んでんだよ。私は霊体を自在に生み出すホロホロの実の霊体人間。私の分身のゴーストたちは、ほら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 、てめえもここまでだ。俺の名は、なぜだ、なぜ聞かねえ。ゴースト当たったぞ。どんな手も何も、俺は元からネガティブだ。ゴムゴムの、シェンプルー
ラッパの一言だけ言っとくぞ。ルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だな。超怖い。かかってこい、麦わらの一味。あのでけえのをぶっ飛ばすぞ。出てこい、麦わら。
ブルーやべえぞ。しかかれ、奴を追っ払うぞ。あんなのがいたんじゃ動けねえ。あっちに海賊がいる気がするぞ。いる相手は麦わらの一味だな。てめえは大岡七部隊の一人、僕バーサラミモリアの部下か。モリア様、いや結婚モリアとはもう関係ねえ。旅行するならどこに行きたい？そんなこと聞いて一体どう？でも今の泥棒猫だな。麦わらの仲間。ルフィに何の用があるってのよ。あんた目的は何？何をしようと。狙いはルフィなの？まだ手は出したくないのか。
殲滅する。行くぞ。まずはモリアに会わねばな。月光モリア。暴君クマ、さっさと用件を言え。報告事項がある。桜花七部会クロコダイル公認の後継者の名はマーシャル・ディ・ティーチ。なるほど、未知数か。よく政府が認めたもんだ。それと政府には今気がかりが一つある。麦わらの一味だ。奴らのログをたどるとここに来る可能性が高い。また一人。ふざけんじゃねえ。俺の心配だと。雑魚海賊抑制のためこの座について。必要なら俺が貴様に加勢して。誰に口聞いてやがんだてめえ。よく見ていけ。ではしばらく様子を見ていこう。返してもらうぞ。見ろ、モリアがオーズの腹の中に。ゴゴゴゴ。オーズを倒さねばこの俺は引きずり出せねえぞ。ゴゴゴ。Shh, shh, shh.
覚しろよ。
この海ででけえ面するとどうなるか。運送に生きろ。世の中ってのは出る杭が叩き潰されるようにできてんだ。赤蔵だろうが出る杭だろうが、俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ、そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだから。なあ、ごめん風船。ゴムゴムのエガント、ゲットしてる。ロックしすぎなんだ。七部会の、これだけ弱り切ったお前たちを消したところで何の面白みもない。私の命は助けてやろう。その代わり麦わらのルフィの首一つ俺に差し出せ。その首さえあれば政府も文句は言うまい。仲間を売れってのか。さあ麦わらをこっちへ。断る。残念だ。まだ立ち上がる気力が残っていたか。どうしてもルフィの首を取っていくのか。それが最大の譲歩だ。わかった、首はやるよ。身代わりのこの俺の首一つで勝った。大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば。そんな野心がありながら、この男のために船長一人守れねえで、てめえの野心もねえだろ。待て待て、クソ野郎、お前が死んでどうすんだよ。おう、でけえの、こんなマリモ剣士より。御将の頼みだ。これで麦わらに手を出せば恥をかくのは俺だな。その代わりお前には地獄を見せる。モリアたちとの戦いで蓄積された全てのダメージがこれだ。ほら見ろ、体が軽いんだよ。嘘つけ、そんなわけねえだろ。何もかも無事なわけねえ。あの野郎どこだ。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。何もなかった。たんまり作った、残すんじゃねえぞ。よほほほほほほほ、ほんとに。あ、失礼。あ、太ったかも。骨なのにって、やかましいわ。こんなにうるさいのに目も開けないな。いつもは一番タフな男がね。これゴロの分な。さあ飲め。飲ますな。
辛くない日などなかった。希望なんか正直見えもしなかった。にょっ。でもね、ルフィさん、私生きててよかった。本当に生きててよかった。そりゃそうだ。今日という日がやってきたから。あ、私仲間になっていいですか。あ、いいぞ。さーっと入った。改めまして、私、死んで骨だけ、名をブルックと申します。通称花唄のブルック、札付きでございます。今日より、麦わらのルフィ船長に、この命、お預かりいただきます。骨身を惜しまず頑張ります。よほほほほほほほ。